スタラザゴラは、ブルガリア中南部の都市。地元の商工会議所によれば、8000年の歴史を持つ、ヨーロッパで最も古い街の一つだと言われている。スタラザゴラは、ブルガリアでも有名なビールの名前にもなっている。スタラザゴラは、スタラザゴラ州の州都であり、首都のソフィアから2 3 1キロメートル離れている。歴史的にトラキアと呼ばれる地方に位置する。 人口約16万人。地中海性気候に属し、年間平均気温は摂氏13度。古代ローマの劇場スタラザゴーラはブルガリア、そしてヨーロッパ全体で見ても最も古い部類に属する都市であり、紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけてトラキア人によって築かれ、ベロエと呼ばれていた。新石器時代の居住区と同行が見つかっており、古代から 高山都市であったと考えられている。ローマ帝国の支配下では、町はローマ皇帝トラヤノスの名をとってアウグスタトラヤナと呼ばれた。東ローマ帝国の時代には、町の名は女帝エレーネーの名をとってイリノポリスと名付けられた。町はブルガール族の攻撃に備えて改修されたが、717年にブルガールの支配下となった。 ブルガールの支配下となった町はテルベルハーンのものとなり、この一帯の地方はブルガリア帝国で初のバルカンサンム以南の領土となった。町の名はボルイとなった。1122年、スタラザゴラは東ローマ帝国と東方から侵入したペチェング族との戦場となった。1371年、スタラザゴラはオスマン帝国の支配下となった。 1840年朝の名は、それまでのトルコ語の名前、エスキザーラに代わって、ベロエをスラブ語に訳したジェレズニクに改められた。1870年には再び解消され、スタラザゴラとなった。1878年の大ブルガリア公国の成立後、スタラザゴラを含む地方は一旦東ルメリジ地州へと編入された。後に、 同時奇襲がブルガリアに併合されたのに伴って、スタラザゴラは、ブルガリアに復帰した。population by districts, muni separatis, place of residence and sex.NSI 2016年5月13日閲覧。ありがとうございます。